本日ご紹介する時計は IWC シャフハウゼン手巻き83のアンティークウォッチになります。こちらの時計は1950年代に製造され、文字盤はイエローゴールドでアラビア数字インデックスを採用しています。12時位置下にはインターナショナルウォッチカンパニーシャフハウゼンの表記があります。ケース系はラウンド型、ケース素材は 14K イエローゴールド、ケース系は縦 31mm、 横 31mm、 厚さ 8.5mm になっています。針はリーフ針を採用しています。こちらのキャリバー83は名器と呼び名高い傑作手巻き機械で、耐震性、耐磁性、防水性に優れた時計として有名です。デザインも1950年代らしいアンティーク感が漂うスモールセコンドのオールドインターンで、古き良き上品な雰囲気に感じられる一品です。